土曜日朝9時30分から放送しているテレビ番組こんにちは富山県ですという番組、私が出てるんですけど、皆さん見ておられますか？富山県が地元の自治体や民間企業などと力を合わせて行っている、幅広いジャンルの取り組みの中身を取材しまして、紹介しているという番組です。決して堅苦しい番組ではなくって、もう本当休日に見るにはのほほんと楽な気持ちで見ていただける番組なんですが、このコーナーではその取材で知ったことだったり現場での裏話などを紹介しています。今週の放送回のテーマはですね、富山で薬剤師になろうです。薬の富山、ここ富山県は皆さんご存知の通り製薬会社も多くて、その分薬剤師のニーズも高い県と言えます。薬剤師、お医者さんに処方された薬を薬局とかで調剤して渡してくれるという、私たちにとってもすごく身近な存在ですよね。それ以外にも薬の管理、開発などなど、もうね、いろんな資格が必要な仕事の幅の広いお仕事なんですが、そんな薬剤師、他の業界同様に富山では人手不足と言われていて、県内でなり手を増やすことが求められています。今回の取材でお邪魔したのは2箇所です。一つ目は富山大学の薬学部。生まれて初めて薬学部の実験室に入らせてもらったんですけど、絵に描いたようなザ実験室って感じでした。コポ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 って気泡が昇るフラスコがあったり、ピンクとかブルーの液体が入った試験管があったり、中にいるだけで科学博士になったような気分になりました。そこで薬学部6年生の学生さんに話を聞いてきました。薬学生は5年生から6年生に上がるこの春に就活をして、ほとんどの学生さんが今企業などに内定をもらった状態だそうで、ここからは薬剤師の国家試験と卒論の作成に取り掛かるという、なんとも忙しい最後の1年間なんだそうです。富大の薬学部は昨年度から全国の国立大学薬学部としては初めての県内高校卒業者を対象にした地域枠というのを創設して、卒業後都会ではなくて県内で薬剤師になってもらおうと取り組みを進めています。具体的な地域枠の生徒の支援策の一つとして、入学金とか授業料など6年間で合わせて709万円を貸与する奨学金制度というのを設けていて、このお金、卒業後に県内で9年間薬剤師として勤務をしたら返還が免除されるというものなんです。ですから富山県で進学を考えている学生さんとかその家族にとっては、この新しい制度ありがたいものなんじゃないかなと思いました。そして取材したもう一箇所は医薬品製造販売などをしているダイトという会社でした。800人以上の従業員を抱える大きな会社です。そこで薬剤師として働く14年目の男性に話を聞きました。薬品の管理とか研究開発製造などに携わりたいという思いがあって、薬局などではなく一般企業への就職を決めたそうです。今薬剤師を欲しているのは富山の薬系のどの企業も同じだそうで、県内で地元の学生が地元で薬剤師になってくれるということに企業としても期待を寄せていました。薬剤師を目指す人、そして実際に薬剤師として働く人、薬剤師を取り巻く環境に携わる人、それぞれがどんな思いを抱えているのか放送で見ていただけたらなと思います。放送は5月11日の土曜日朝9時30分から45分までの15分番組となっています。ぜひご覧ください。